八幡タオミワは、大阪市朝日区清水にある神社。旧社格は孫社。別名を不祥旧という。天智天皇の時代、このあたりに、藤原氏が、春日大臣をうぶすながとして祀ったのが始まりである。県務、延元の頃に、有数念仏宗のミ尊誠マ商人が師匠である。大念仏寺七世法名商人の異名を受け、岩清水、八幡宮から行教が、 上岸元年に監督したとされる阿弥陀三尊の絵像天筆如来をもらい受けて河内国間無田軍佐布都市に寺院を混流しようとしていた時これを妬んだ他の兄弟弟子たちに襲撃された。ミソンは逃れて、東宮に身を隠したところついに見つけ出されてしまい東宮は火を放たれた。しかし火はすぐに消えるとミソンが抱えていた天筆如来がこの商人は 西方極楽世界の脇地観全音菩薩なりと言って、光り輝いた。すると襲ってきた者たちは皆驚いて改心し、ミソンに帰えした。この出来事以来、東急は、不祥宮と称されるようになった。昭和三年、ミソンは、河内国間ムタ軍家任那寺小森口村に、有数念仏修介太葉本山来号寺を建立し、また東宮に報いるために自らが信奉する。 八幡大臣を東急に祀ろうとし、岩清水、八幡宮から、八幡大臣の分礼を東急に勘定した。これにより、春日大臣に加えて、八幡大臣も、祭人となった。そして東宮は、雷合寺の末寺とされ、神仏集合ゆえに、不祥寺とも称された。この縁により、現在に至るまで雷合寺の住職は、その交代ごとに当社に寄配するという習わしが、 続いている。三年後の上は六年、兵後という者がこの近辺の五家村の寺社を、薬なき者だとして破却したり、殺人をしたりと暴れ回っていたところ、ついに罰が下り、二百日以内に兵後の一族十九人全員が、薬病にかかり、そのうち兵後を含めて七割の人が亡くなった。すると、今度は亡くなった。 兵庫一族が五家村の村民にたたりをなし、その村民を薬病にかからせてそのうちの七割を殺してしまった。嘆いた村民たちは、ミソンに悪病退散のカ事儀等を依頼した。ミソンは、かつての恩返しとばかりに、東宮にやってくると、兵庫の資料独脱のために七昼夜の間背書きを行って、霊魂を得、脱出させ、病人全員を回復させた。 助けてもらった村民は今度は未存に報いようとし、東急の従来の主審である、春日大臣を愛殿に移し、八幡大臣を新たに、主催神とした。こうして、東急は、八幡神社となった。法永3年、雷合寺の住職ここ会場人が、幕府に呼ばれた、際、不祥久についても詳しく書かれている、雷合寺の演起を提出し、将軍、 徳川綱吉がそれに目を通している。明治時代になると尊者に列せられている。ありがとうございます。